ということでやっていきましょうか。ブルホスでございます。バイオハザードアリー4。前回ね、ちょっとまさかのね、お目目が見えないネイルアートちゃんさんにやられちゃいましてですね。いやー、ほんと。あいつでやられたのは多分本編でもなかった、本編じゃない、原作でもやられたことがなかったから、マジで悔しかった。まあ、そのおかげでね。ええよ。ごめん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 。ついておいで。ああ、かわいい。ほんと。走るスライムで。あ、おっぱいのことね。で、うわ、敵がいないかな。あーでもそっか、このチャプターあれだよね、原作で言うとこの3の1だったとしたら、なに、いつもなんかこう喋ろうと思った時にいろいろとこうちょっと変でしょ。ミスターケネディ、ミスターケネディ、Are you ready to hand over the girl? どっかどっかでなんかガチャンって言ってる。あ、マジっすか、それはありがたいですね。どこで喋ってんねやこれ。なになに、ただ笑われただけだ。あれ、もしかしてこれ話遮っちゃった、無駄に。だとしたら本当にごめんなさい。なんか貴重な話で、なんかね、お説教されるかもしれなかったということで。よし、これさ、開けといたらずっと開いといてくれるとか、それともどっか行ったら閉まる、開いとくよね多分ね。じゃ閉まる、誰だよ。あ、違うの、ここセーブ部屋か。なんだ、はい、世界の寄生虫とその恐るべき、あれ、第一巻どこや。ある種の寄生虫は宿主となる生物の行動をコントロールする力がある。その仕組みは解明されていないが、部分も多いが、寄生虫による宿主の行動支配は一般的にも知られる話である。では寄生虫が宿主の行動を支配する実例をいくつか挙げていこう。ディクロコエリウム、この寄生虫の幼生が食道下神経節に入ったアリは、牛や羊が草を食べる夕方から朝の時間になると草の先端を噛んでそこに体を固定するようになる。明らかにまず食べられるように行動させているのだ。ガラクトソマム、この寄生虫の幼生はブリやイシダイなど魚の脳に寄生する。すると寄生された魚は海潮に捕まりやすい海面を泳ぎ回るようになる。もちろん海潮の体内に入るのが目的だ。レウコクロリディウム、この寄生虫の幼生はカタツムリの触覚内で増殖し、毛虫のように動く。さらに宿主が、失礼、さらに宿主を鳥が見つけやすい歯の表面に移動させる。こうやってわざと鳥に捕食させることで体内に入り込み成虫になるのだ。特にオチはないですよってことですね。こっちに行けない。ああ、じゃあどっか行ってからまた戻ってくるってやつだね。え、第1巻どこよ。あれ、第2巻からいきなり、んないね。あ、ちょっと待って、エクストなんとかかんとか。これか、ここに。あー、あったあったあった。すげえプラプラしてる。おい、ヒューメン。スピン、あ、いいね、スピネル、いいね。すごい避けられる。あれ、で、あれ、歓迎の宴を用意したって言ってる。あー、こっちか、こっちか。マップを把握していない。あー、なんか嫌な予感がしてきたぞ。超嫌な予感してきたぞ。これ開けたらいるんじゃないか。いないけど出てく、あー、アラブの石油王になれるんじゃないか、これで。ねえ、ほら、もうライフルを拾わせてるんだもん。出てくるよね、どっかから。待って、出てきてないよ、大丈夫。なんで急にここサウジアラビアなの。お、ハンタマ、声するね、声がするね。居場所がバレたね。あ、ちょ待って、Alright. 居場所がバレ、あれ、逆サイドはいないのかな。てか、あ、この、あ、ライフル見づらいな。こっちも逆に見づれえな。これ見えてる。あ、ちょっと待ってよ。これさ、ライフル、パーツを、あ、いける。こうすることによって、あ、こっちの方がまだ見やすいね。なるほどね、なるほどね。あの2パターンで見比べたらそっちの方が見やすいわ。来た、どっから。これが宴ってわけか。
違う違う違う、あんたが危ねえんだ、あんたが危ねえ。よし、危ねえ、チック、チック。よし、モバットかー。お、後ろ、おー。随分と手癖の悪い、よし、オッケー。随分手癖の悪いやつですね。あ、違う。おら、オープンセサミー。こうやった方がなんか早いんじゃねえかと思ってんだけどな。あ、ぶ、どこ行くの。ほい、あ、違う、メレ。なんか嫌な予感する。あ、回避ができない。パキン。やばい。やばい。回復させて。おい、あ、ぶれ。あ、ちょ。なんで今装填してる。ほら。おー、違う、下手くそー。こう、あ、攻撃力たっけ。キック、おっきゃー。触手野郎来た。触手ビッチ。オッケー、あ、ちょっと待って、一撃で、あ、ちょ、一撃でやられないビッチ、マジか。オッケー、ワンダウン。焦るな、カウンダウン。Don't worry, be happy。でも敵は出てこない。出てこないね。出てこないね。なぜだ。そんなわけはなかろうよ。だからなんか いつの間に。ああ、だよね。なんかどっかでゴリゴリ言うてる。アシュリー。あ、囲まれるわけにはいかない。囲まれたくないから。これは、あ、何もない。どこから出てくる。どっち。そっち。あっち、どっち、来た。違う、武器間違えてるけど。でん、オッケー。来ないね。ほんと金いっぱいだな。弾変えたらいいんだけどな。これでも、降りて、とか、セニョリータ言うてる。どっかでセニョリータ言うてる。よし、金だ。やっぱり金だ。うわ、進みたいけど進めない。臆病者です。か左で言ったら右の方が好きなんですよ。ヒューマッチ、あ、これ、あ、いけないやつだった。これ、そう、チュマラ。おー、セニョール言うてる。あれを取りに行けってことか。で、それはこっちからじゃないと降りれませんよっていう。え、これでもさ、階段ねえべ。え、アシュリーを置いていけってこと。そんなことできるわけないじゃん。俺はいつだってパンツが見たい。ああ、そういうこと。したい。じゃあ。で、あ。オッケー。ああ、よくないね。Jesus, it's got teeth. あれ、食らってるこれ。食らってないかもしれない。だとしたらだいぶ嫌だよね。よし、あ、ちょっと待って、どこ行く気。あれ、なんかどっかから登れるあれがあるのか。あ、もしかしてなんか向か、あ、ちょ、あ、降りちゃった。しまった、降りたよ。そりゃ向かってくるよね。ありがとう、アシュリー。この骸骨野郎、骨まむし。おー、やばい、近寄っちゃダメよ。あー、なんかごっついの来てる。あ、あ、ばい。はい、おやすみなさい。おやすみ、ベッチ。あれ、待って、2体になってる。そんなのにはこれで、さすがに。オッケー。暗闇がお好きなんだろう。だったら逆の世界をご招待してますしょう。あー、ライフルの弾がなくなった。あれ、あ、オールセニョール。おー、ちょっと待って。早くおいで、アシュリー。オールセニョール。あ、一撃だ。ピク
てた後の男の息子みたいな。よしよし、ピックピックス。あ、これあったんだ。しまって使えよ。え、あ、ショートないか。じゃあショート、あ、ちょっと減ってる。装備積んどくがいっぱいあるな。しっかり本読みなさいよ、みんな。え、本読まないからあんな単独行動して金髪ショートヘアの男の子と女の子にやられちゃうんだから。これ手に入れた瞬間敵が上からウェー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 出てくることはない。大丈夫。ピックピックじゃねえ、キック。なんで拾う？キック。ちなみにこれ宝探しは特にしない。あれ、あ、そっか、階段とか必要だ。ちょちょ、拾えない拾えない。 They should do the trick。なんでこんな色黒いのよ、ここ。上から降りてこない？大丈夫？ほい、使う。え、あれだよ、なんかどっかのドバイに捕まってる人もさ。あれ？なんかめっちゃ子供みたいな声してきたぞ。サウジアラビア人と結婚してさ。ねえ、ちょっとどっかから宙に飛んできたぞ。よし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 。はい、こっち降りて、こっち降りてきてるよね。ああ、降りてきたな。すごい、女の人の声みたいな感じがしますけど。おい、あ、やべ。はいはい、おらおら。ああ、嫌な予感がする。また発狂、発狂体来てる。発狂体来てる。やばいやばいやばい。はい、アシュリーおいで、アシュリーおいで、おいで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 、おいで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 。もういいや、こいつ、こいつに使っちゃおう。こいつに使って、汚ねえ花火だぜ。しかし元気は残しといてあげようとか。優しいね。優し、やされよん、やされよん、やされよん。やさぐれちゃって、お亡くなりになって。おててどこ行ったの君。これ命令できる？命令できない。ただダメージ食らっただけ。アシュリ早くおいで。オッケー、敵は溶けてな。金があれだね。こんだけ金余るんだったら使った方が良さげっけ。あ、いてる。あ、ちょっと待って。あ、お、女じゃん。あ、前世はきっと女だった。いって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 。え、どういうこと。え、ちょっと待って、わかんないわかんない。なんで？え？あ、アシュリー、被弾した、もしかしてこれ。くそ。連れ去られている最中に打ち、あ、これ見えてる。打ち込んでしもった。これどっからやり直しになる？まさか最初から。本当の本当の最初から。ちょっと拾ったところから。どっから。あ、これ降りたところからか。で、どうなる？下に敵が。あー、いるところからか。くそ、めんどくせえ。ほら。あ、ちょ、待って、ちょ、おかしいべや。なんで、なんか、もう発狂してらっしゃる。おるやー、一撃。ほら、よし。あ、ちょ、待って。おかしいのがいるね、おかしいのがいるね。よし。うわぁ、なんでそんな吸着力。吸着力の衰えない、ただ一つのハンドガン。おぉ、ちょ、待って。これは、これはもう、あっ、ぶれ、あぶれ、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 弾を無駄に使ったようで使ってないようで使っちゃったか。これは分かんないぞ。ピキン。あー、いるね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 。セニョリータ、お目目真っ赤だね。キック。え？もうなんかもう本当元気なやつがいっぱいいるな。いいよ。もうなん、あれ、くっつく意味なんなんだろうね。意味あんのかな。ほら、もう1回だったらもう距離取って、あの、じわじわやる。あ、ごめんね、うるさいよね、うるさいよね、ごめんね。この銃声と私うるさいよね、ごめんね。頭切れだし。よいしょ。あれ、なんかゲロゲロ飛ばしてる。あっ、あっ、ってなんだなんだ、貴様、貴様なんだ、やばい、貴様なんだ、どうなってる。よいしょ、
あ、オッケーオッケー。根元を破壊する方がいいのか。なんか弾すげえ無駄に使わされたな。よし、キックライフ。どっかからなんかヘコ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 言うけど、やっぱりリロード速度とか負けといた方がいいよ。下げか、違う、なんでしゃがんだ、違う、ひっくり返って、よし、ちゃこちゃこ締めて進んでいきましょう。ただ上どっかから、あれ、まだ狙い撃ちしてないのか。これ拾ったら、あ、ちょっと待って、使えそうだ。そう、使えそうだじゃなくて、それを使わないと上に登れない。そうだそうだそうだ、敵、あ、よし、あ、たまえ、あん、どけん、たま、僕進んで、壺割って、上司を怒らせよう。なぜこんなに壺が。しかしもうあれだよね、日本語版だと蝶さんでしょ確かね。いないいないバーのワンワンだよね。いつの間にかいるんだよな。オッケー、一撃必殺、逃げ気だけど。おお、来てるね来てるね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、おりゃ、あ、なん、あ、ごめんね、お、女の子にそんなことをするつもりはなかったんだけど、ごめんね。あー、どうしよう、ここは違う違う、捨てないよ、そんなそんな贅沢でもったいないことしない。あ、ちょ、待って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 、これこれまずい。そんな予感がしたんだ。おめえさ、タイミング良すぎるべや。マジか、うおー、つらい、本当につらい。だってさ、もう助けなきゃいけない立場であるこの子がもう3回お嬢様を殺してんだぜ。つらいねー、つらいねー、つらいねー。あ、そっか、2体、2体来てんだね、確かね。つらいねー。よし、オッケー、じゃあメリー、ガッツポーズしてくれてる。あ、キックキック、シュッ、ティティ、ほら、あ、まだ生きてんのか、あ、と思った、まだ生きてんのかって思ったら、そういうことね。発狂タイム、発狂タイム、よし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 、根元から行っちゃおうぜ。キック、あ、これでもまだ死なないですか。やばいやばい、足り足り、帰っといて帰っといて帰っといて。おー、口、お口にょろにょろ、みにょろにょろ、合わせてにょろにょろ、むにょろにょろ。あれ、あといった、あー、あいつは、あいつは味方がやられているのに何の加勢もしない、すげえ薄情なやつだったんだな。ほい、そんなやつにはお見舞いキック、あー、あ、気ばつき、あれ、さっき一体一発でやられたのに、今度は強い、お口がなくなってる。いやー、なんか強くなっちゃってるし、マジかよ。あ、来た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 、こういう、こ、これこれこれ、今回ちょっとこのまま次進ませたいな。よし、キックで、アイテムっち、アイテムっち、拾い忘れっちないっち、大丈夫っち、大丈夫っちね。装填ちゃんとしとかない。あ、また、あれ、あ、違うわ、金に変わってる、ライフルの弾じゃなくなってる。まあいいよ、あの、一発で、一発目でクリアしなかった私の落ち度ですからね、それは。とりあえずハメハメ、とりあえずハメハメだけしといて。そっかー、しまったな。あれ、あ、いいエスター、あー、あ、やる前からヒュンヒュン言ってるとか。あなた大丈夫、あ、てかこれまだ下ろさないで、こっちから来る敵をまずしばき上げといたらいいんじゃないですか。ほらほら、あ、弾の持ち替え、盾の持ち替えが早いな、恐ろしく。そんなやつは、でー、よし、オッケー、ベレー、あ、いいね。で、こっちから敵が降りてくるっていうことはなさそう。やっぱり上げたら来るって落ちかな。でもさ、もう一個、
もう一個じゃねえや、もう一体なんか弾ヒュンしてるやついなかったっけ、気のせい、弾ヒュン2体いた気がしたんだけど、いないか。よし、じゃあ仕方ない。さあ殺してかかれ。同じところで2回やられてっから気をつけろよ。しかも2回とも同じ理由でやってっから、マジで。よし、あ、いいエスだ。チラッと、よし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 、NEXT NEXT NEXT SONG PLEASE アシュリー。金を気をつけて、金を気をつけて。あー、マジかよ。そんなやつには、ほい、レディゴー。あ、ちょっと待って、外れてるし。マジかよ、そんなことがありえるのか。よし、ワンダウン、ツーダウン、スリーダウン、フォーダウン、ファイブダウン。これ帰るとかできないか、無理か。あ、ちょ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 、あれあれ、あのさ、ミスター発狂どこ行った。え、なんか、あ、開いてる開いてる開いてる。命令して、命令して命令して。よしよし、オッケー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 。で、うごめいて、うごめいてきてらっしゃ、あれ、わあ、ものすごくものすごく共鳴してらっしゃる方々がたくさんいるね。くっそ、1個爆弾をチュドンしちゃったな、ミスったな完全にな。え、危ない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 、あの野郎、俺の方がうまいってことを証明してやるぜ。え、こっちにもいるよね。あー、まあいいぜ。オッケーオッケーオッケー、お手でプランプランしといて。くっそ、まさかのミス。ん、まだどっかにいる、まだどっかいる。なんか声がチラチラ、あ、いる、 あいつまだ生きてんのか、強くない。お顔を覗かしちゃダメよ。 OK、 こんなど真ん中に立ってんのにさ。はい、油断したよ。あ、ほんと油断した、ごめんね。2回も2回もやっちまって。大丈夫だった、生きてる。本来はダメだよね。よし、オッケーオッケー、でもこれで外せないよね。よし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 、次進んでいこう。第一関門突破だ。第一関門突破って分かってる時点ですごいなって思うけどな。あれ、あ、アイテム何も落としてやがらねえ。マジっすか、あれ、なんか毎回アイテムを落としてくれてそうな雰囲気があったのに、いつの間にかハンドガンの弾がめちゃくちゃなくなってる。それはちょっと許すまじいですね。あ、ちょっと待って、なんか何かのアイテムが、あ、違うわ、これこっちか。あれ、こっち側で敵ってぶちのめしたっけ。一切記憶にございません。あ、これのことか。よし、キック、これで、そう、あれ違うな、あれ、あ、なくな、え、違うな、なくなってないね。あれ、上にある、なんか、あれれ、おかしいぞ。すごい音楽が物々しくなってきたぞ。これ俺生きていけるのか。不安だ城、ちょっと待って、これ下に、おか、あ、これか、これ違うの、あれ、 あったあったあった、もう一個あった。もう決めた、武器改造する、超武器改造する、今持ってる武器を改造する。でなんかチラ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 、さっきから ね、あれ違うな、アイテム取れるんだ、違うな、あ、でもあれを取っちまったらダメなんじゃないか、これ取れるの、なんかそれっぽいのが今見当たったけど、やっぱ取れないよね。わあ、すげえ武器見てか、めっちゃ広くなってない、なんか広くなってるよね。あ、なんか、うわ、石油だ。友達に言われたんだよな、お前関西人やのになんで標準語で喋ってんの、気持ち悪い。分かってるよ、なんか出ちゃうんだ標準語が。あ、しかも向こう、一番向こう側、
これやってる間に敵とか来ない。大丈夫。美人太もも。そう、なんか出てきてる。先っぽからなんか出てきてるんですよ。ガンパウダー。あ、素材 L。なぜって感じで。どうしよう。ハンドガンの弾。一個。あ、ライフルも作ったかな。ライフルと、ショット弾やな。で、ハンドガン。あ、なんかボーナス。あ、やった。クラフトボーナス来た。よし。これでちょっと充実したよ。よし。じゃあ、頼んだ。こっからが修羅場だぜ。登ってってくれ。石油王になって帰ってくるんだ。Yeah, I got this. I got this. はえって。I'll cover you. Don't stop. Don't stop. Don't talk. Cover you.オッケーオッケーオッケー。こいつら。ワンダウン。ワンダウン。下から来てる。下も来るね、下も来るね。下も来てるね。ほい。いけた？早い。ありがとう。あ、ちょっと待って。よし。よし。ムシ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 。お、どうなってんの？あ、首絞めって、お前そんな大胆なプレッシャーダメよ。ほら、ほらほらほら。よし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 。立ち上がってこないでね。はい、お首ちょんぱ。あ、それはあなたこそです。あなたこそです。敵どっから出てくる？まだ出てくる？あ、来たね。ちょっと待って。あ、違う。武器間違えてるけど、まあいいや。ちょっと待って、どこ行った。あ、ちょ。お嬢さんをどこに連れていく嫌い？あ、めっちゃ来てる。てか、一瞬でなくなったし、弾。マジですか？あ、やべ。これは非常にまずい。よし、オッケー。全然弾足りない、こいつら。敵の出てくる数が多すぎる。そんなことは認められない。ガンパウダー。お金。あれ、まだ、あっちからですか。はいはい。よし、オッケー。まあ、2発で倒せるのはありがたい。だから、外さず、無駄弾を打たずに、なんとかできればいいんだけど、これまだ敵出てくる？もう大丈夫？大丈夫そうですな。で、アシュリー、あ、もうお前。よし。早く戻ってこい。よし、オッケー。そっちから来たね。で、あとは、もう大丈夫そうか。オッケー、オッケー。あれ？ああ、そっか、そういうことか。地味にダメージ食らってんだね。ちょっと待って、これただダメージ受けただけですか？私。お返しボースって言って弾を。ドバドバくれるとかそういうのはないってことですね。いやー、ほんと1ヶ月1万円生活だ、これ。よいしょ。ハンドガンの弾。お、やった。破片種、あ、そっか、破片種ルータンとかうまく使えばよかったんだかな。まあ外してんだけどさよっしゃ、じゃあ行くか。これでまたなんかあるのかなと思ったら、ここで、ね、まさかの中庭。そしてカラスがカーカー飛んでったとか。もう豆鉄砲もそんなにドバドバ使えない。金はいっぱいあるな。え、なんか向かっていく先がオープン。よし、ハンドガン。あ、いいね、ハンドガン。あれ、またデュークいるじゃん。え、ここは何もないのかな。よし、ちょっと待って、開けられない。まさかの開けられない。あ、違うわ。なんかあるのか。あ、これか。そういうことね。はいはいはい。失礼。まあ、ちゃんと大統領令嬢のことも活用しなきゃダメってことですよね。人材はフル活用しよう。登っておいで。降りて。お尻。
たまらないし。うーらほらほら、早く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 。大丈夫か、本当に。今のインフルエンザ流行ってるらしいから気をつけて。で、こっち進んでいくと、ここで落ち合うのかな、この辺りか。あー、ちょっと待って、あー、やばい、覚醒し始めてる。おー、あ、ここでついに来た、レオンのセクハラ。おー、ちょっと、おー、素手で、やばいやばい、メンヘラ発動した。メン、超メンヘラじゃん、やば。キュンキュン、どうし、え、あ、ナイフ、ナイフ返して。Give me a knife。 今どこ行くん、どこ行くん、帰っ、え、ちょ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 、原作と違って解放されてるんだから、そんなわざわざ行かなくても。そしてレオンの全然慌ててない感じ、原作なら超叫んでたのに。あー、終わったわ。あ、はい、うす、終わりました、ありがとうございます。ってことで、反乱の第一歩、インファイル、あ、そういうことね。はい。しれっと5回死んでるというね。ただ火ダメージ自体は少ないのにしれっと5回死んでるっていうね。まあ原因はなんかいろいろあるんですけど、なんかチャプター7にサラザールマークが出てきてるのはなぜだなぜだろうね、わかんない。はい、ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、また明日以降もお楽しみいただけたら幸いでございます。装備入れ替えで特に戻せるやつはないもんね。うん、ということでね、一旦ここで区切りたいと思います。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。